はい、ついにやってきました心霊スポット奥米トンネル。いや、周りはもう湖に囲まれててね、もうそれっぽい雰囲気がすごい出ております。はい、いやー、これから行くのもちょっとね、不安でしょうがないです。ちゃんと生きて帰れるのか、もう今から不安でしょうがありません。なぜ私が引くんだろうか。中学どこにもね、いないんです。どこに行ったのか。なんか出てきた。お前誰だよ。あれ、あ、まあこれね、このこれ知りたい人はね、多分あの前のね、あのディズニーシーンの動画を見ていただければ多分それを見ればね、わかると。はい。うん。ワールドタイムは中がワールドとその他のスポンサーはいません。なんかこれから本当なんか幽霊を挑発してる感じで、完全に挑発してるよね。うん、松崎に餌食になるね。はい、それではですね、改めましてね、まあこの動画が配信されるのは、うん、まあ、多分夏過ぎちゃうんで、なるね、まあ、秋になっちゃうんで、だけど秋になってもまあ残暑があるんで、うん、まあ、ちょっと遅いかもしれないけど、まだ残暑向けのちょっとひんやりした今回企画になっておりまして、うん、まあ、要するにね、夏の、まあ、風物詩でもある肝試しあると思うんだけど、まあ、ワールドタイムってそういえば今までこういうのやったことないんですよ。なかったね、今まで。せっかくだったら、千葉県のさ、有名な、ね、心霊スポットで肝試しやってみようかなということで、今回来ました。そういうことでね。はい。うん、はい。はい。はい。なんか確かに怪しいよ。デザイア出ました。風味トンネル。これ何？すごくない？これ絶対違う、これ違うやつ、道間違えてる、絶対道間違えてる。ようやく出口に差し掛かったその時、うわっちゃった。何これ今の。人気のないトンネルの出口で待ち受けていたのは、フロントガラスから覗き込む裸の女。そんな必死に誰を探しているのか。この動画が撮られたまさにこの鳥肌立つ、あの千葉県で有名な心霊スポットがまさに目の前にあるんですよ。今すぐそこにあるんです。すぐそこにあるんです。すぐそこないでしょ。もう今この動画で見たやつが、うん、今すぐそこにあるんですよ。どうりでなんか寒気するわけだ、さっきから。久しぶりにワールドタイムおみくじっていうのがあるんですけどね、これ。出た。これ、サワラ編、もうほんと初期の頃のサワラ編の時に使ったやつなんだけど、うん、もうここにかぶってる。そうそうそう、はい。これをね、久しぶりに出してきたのは理由があります。はい、これで、はい、当たりを引いた人は、ちょっとトンネルの中入って奥の方に行って暗いところで写真を撮ってくるというミッションがあります。マジか、一人で行くの。一人で撮ってきて、はい、罰ゲームじゃん、完全に。二人で引きますね。はい、引かせていただきます。ドキドキの瞬間、せーの、よし。これ何これ。はい、当たりって書いてある。なるほど、はい、当たっちゃったよ。当たりましたね。はい、ということで、タグちゃんにはですね、これから一人で、うん、中入って、うん、自撮りで写真撮ってきてもらっていいですか。分かった。なんかここだけなんか雨降ってない。ちょっとしとしとと雨が降ってきてるね。なんか誘われてる感じすんね。今奥米トンネルの今前に来たんだけど、もうね、はい、奥米橋です。はい、なんだか怪しい雰囲気が漂う赤い星を発見っていう感じのナレーターが入るわけです。なるほどね。で、普段だと多分あそこにボートとかあるんで、なんか釣りとかできるのかなって感じですよね。多分ね、うん、奥米のところがね、ちょっとね、あれなんですよ、うん、
欠けてますね。欠けてらっしゃるんです、うん、また雰囲気が出てるね。そうそう、昭和30年3月って書いてますね、うん、あれはなんか漢字で、あ、日本語であれトンネルって意味なのかな、かな、初めて見たけどね。普段だとね、こういう風になんかこう、そう、音がすごいゴーッときてますね。昔、ね、うん、ながら、そうだね、こう掘られたトンネルっていうか洞窟って感じだね、なんかね、洞窟だね、そうだね、うん、そんな雰囲気出してる。でもね、千葉県ってこういうの多くない、うん、まあ多いね、こうなんか手で掘りましたよ、そうだね、うん、中に入るとワールドタイムのスポンサーは、うん、中のワールドと、うん、シンデスポットの中のスポンサーはいません。あるね、魔界館。ここ短いんだけど次はかなり長い、しかもカーブとかがある、なんかね、曲がり道とかがすごいあるらしいんで、第二の関門、ここ、ここが、うん、ちょっと真ん中に来たんだけど次がやばいらしい、うん、今のは違うんだ、こっちより、うん、こっちがやばい、こっちなんだ、メインはこっちなんだね、うん、今まで終わりかと思っちゃって、で、あれ、この例で終わるわけないじゃん、いいのかい、カニ、カニがすごい、カニだね、カワガニだね、うん、うわ、魔界のトンネルだよ、これ本当にやばいよ。